ニューヨークレッドブルズはアメリカ合衆国の東部ニュージャージー州の都市ハリソンにホームを置くサッカークラブであるメジャーリーグサッカー所属1996年から1997年までは NYNJ メトロスターズとして1997年から2005年まではメトロスターズとして知られていた2006年にオーストリア資本のエナジードリンク会社レッドブルに クラブを売却。クラブの名称が、レッドブルニューヨークに変更された。ただし実際にプレーするチームに関しては、ニューヨークレッドブルズという呼称が用いられる。ニューヨークレッドブルズという名前をしているが、本拠地をニューヨーク州に置いたことはない。クラブ創設以来ニューヨーク州に隣接するニュージャージー州にあるスタジアムを、ホームスタジアムとして使用している。かつてのホームスタジアムである。 ジャイアンツスタジアムは MLS では珍しいことではないがアメリカンフットボール NFL のニューヨークジャイアンツ及びニューヨークジェッツのホームスタジアムでありアメリカンフットボールの企画に合わせたスタジアムであるこのためクラブではニュージャージー州ハリソンにサッカー専用スタジアムのレッドブルアリーナを建設し2010年シーズンより使用を開始した2015年3月22日 ヤンマーとオフィシャルパートナー契約を締結したことを発表した。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他保有国籍もしくは市民権を示す。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 ありがとうございます。